ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのは、みんな知ってるよね。私たちの学校、如月学園が建てられる前、この場所にもともと建っていた天神小学校、不幸な事故だったわ。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思っていたみたいなんだけど、その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの学校は、そんな呪われた天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、もうすぐよ、7時を過ぎたあたり。その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後にスッと扉が開くと、真っ白の顔が覗いてね。まだ残ってるの？声出さないでよ。だってさ、やだ、何これ。手が込んでるな、篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。音楽室の方か。嘘でしょ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。おい、サトシ、開けてきてくれ。は？女子みんなブルってるぞ、かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前な。
まだ残っているの？早く帰りなさい。びっくりした。ゆい先生。先生。篠崎さん。へい。大成功。やられた。先生、タイミングバッチリ。伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。サトシ持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持田くんが一番反応してくれるから。怖がらせがいがあってたまらん。ホラーマニアの院長なんて聞いたことないよ。ごめんね、持田くん。でも、ちょっとキュンとしちゃった。あ、それより、かわいいお客さんが来てるわよ。え？ほら、そんなところにいないで。こっちにいらっしゃい。失礼します。ゆか、どうしたんだお前。お兄ちゃん。持田くんが傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。そうなんだ。すまないな、ゆか。その子、中等部の子？はじめまして。お兄ちゃんがいつもお世話になってます。かわいい。サトシにこんなかわいい妹がいるとは知らなかったわ。あれ、そうだっけ？聞いてないわよ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。岸沼とは面識あるんだね。ナオミ、ライバル出現だね。ん？何言ってるのかな。この口？この口？みんな、もう7時回ってるわよ。帰る準備しなさい。おしりこ屋の片付けは？まだ帰りたくない。このまま明日も文化祭やれそうだよな。篠崎さん、あたしが来る前に片付け終わらせておくって約束だったでしょ？もう遅いから、明日早く来てやりなさい。はい。それじゃあ、鈴本さんも名残惜しいけど、向こうに行っても元気でね。
はい。スズメちゃん、いなくなると寂しいな。鈴本さんならすぐ友達できるよ、絶対。引っ越しって言ってもそう遠くないしさ、冬休みにはみんなで遊びに行くからさ。そうだよ、すぐまた会えるもの。私たちずっと友達だよ。みんな、お兄ちゃん、あのお姉さん転校しちゃうの？ああ、今日の文化祭が最後の登校日だったんだ。みんな、ありがとう。私、みんなと会えて本当によかった。みんなのことずっと忘れない。私はいつまでも見守ってるからね。聖子、聖子。そーっと、そーっと、草葉の陰から。それ死んでるし。まゆ、ほら、笑顔だ。うん、みんなで撮って。俺も。ゆかも。お兄ちゃん。ん？とっても素敵な人たちだね。だろ？ちょうだいちょうだい。森重、携帯に送って。ああ、今みんなに転送する。先生、あのね、帰る前に人ん、お別れの前にこれやっていい？あ、何それ、また変な紙人形。うん、これね、ネットに載ってたおまじないなんだけど、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだ。あ、おまじない？うん、おまじない。わー、やりたい。鈴本さん、おまじないとか占いとか好きだものね。仕方ないか。見ない？はーい。ウィース。森重くんもいい？ああ、はい。準備完了。じゃあ、みんなでこの紙の幸子さん人形を囲んで、幸子さんお願いしますって心の中で、7、8、9 回唱えてね。間違ってもいいから、絶対言い直しちゃダメだよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。なあ、篠崎。ん？失敗するとどうなるんだ？
なんかこの人形気味悪いんだけど。失敗なんて許さないから気合い入れてよね。それじゃあ行くよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いします。9回だよ。せーの、はい。ちゃんと9回唱えた。うん。なあ、やべ、早く進めてくれね。うん。じゃあみんな手を伸ばして、この掴んだよ。これでいい？はい。じゃあ爪を使ってしっかり掴んだら、みんなで引っ張ってちぎっちゃって。せーの。はい。はい、お疲れ様。みんな、その学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。ほう、なんか意味あんのか？それを持ってる限り、ずっとみんな友達で繋がっていられるんだって。そういうおまじないらしいよ。いいね、これ超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。篠崎さん、ありがとう。宝物にするね。うん。ね、きっとまた会おうね、みんなで。うん。さ、じゃあ。はーい。あ、地震。なんだ、でかいぞ。おい、お兄ちゃん。ユカ、捕まってろ。みんな落ち着いて、机で頭を守りなさい。何？嘘でしょ？マジかよ、おい！うわ、落ちる！